はーい、帰ってきました。今日さ、スーパーボールのカブトムチとおもちゃのカブトムチ結局集めちゃったそうなんですよね。ブリトンさんでね、いただいたなんかスーパーボールかスーパーボールとね、昆虫くじ当たったカブトムシのおもちゃティーダ君忘れてきちゃいました。どっかに置いてきちゃいました。どっかに置いてきちゃいました。でも泣かなかったね。お菓子食べるって必死だったね。はい、お菓子食べてたから忘れてたもん、記憶が。購入した商品、はい、クワガタとね、はい、マットと、あといただいたクワガタたちの紹介をしていきます。おかちめっちゃ美味しかった。美味しかった。はい、じゃあこのノコギリクワガタからね、いきますか。ノコギリ前手で挟まれたよな。イキさんノコギリクワガタですね。イキのなんかすごいでかくなるノコギリクワガタ。これは。そんなでかくなるから。今日昆虫くじ回してきたよ。昆虫くじ回したね。ちょっとチュラ忙しいのでちょっと一回消えますね。一回消えます。威勢がいいね。一回消えます。すごい。かっこいいね。かっこいい。ちょめっちゃ元気ですね。めっちゃ元気。かっこいい、いい感じのクワガタですね。ノコギリクワガタ。素晴らしい、これね。68mm。ちょっと大きいですね。で、メスも元気です。チームビートルソーホツンさん。ビートルジュース。なんかビートルジュースに似てる。でこれもノコギリクワガタですね。三宅ノコギリ、三宅ノコギリです。じゃあ三宅ノコギリ好きじゃない。三宅ノコギリ。ちっちゃいノコギリ。ちっちゃいね、可愛い。ちっちゃいね。これ名前決めたい。何の名前？これ三宅ノコギリ。パパ？何？これめっちゃ強いじゃん。そうそうです。これスマートラ。はい。見てるよ。で、こちらですね。なんで OYK インセクトさんで購入させていただきました。はい。バクさんくん DX 特有マット。主に産卵とかに使いますね。パパな、こうやってなんで空気穴。そう、正解、一番正解。空気穴だよ、空気穴だよ。はい、これね、ノコギリクワガタ買ったんで、ノコギリクワガタのね、産卵セットで使えます。なんかこれ使えるらしいので。はい、OYK インセクトさんでこれしました。はい、それとですね、昆虫くじで当たったクワガタたちですね。これが、インペリアリスオオヒラタ。こんな感じのクワガタです。かっこいい。強そうです。これのペアと、あと下がね。アトラスオオカブト。おとなしい。コーカサスのなんか小さいバージョンみたいな感じですね。こんな感じな顔してます。可愛い顔してる。角がちゃんと生えてる。のペアですね。ちょっと産卵セット組んであげます。で、これは、榎本さんからいただきました。川西さんの CC、川西 CC って魚。大クワガタのやつです。はい、そしてね、ムイドンさんから、めっちゃいただいた。めっちゃいただきましたね。申し訳ないぐらい。ありがたい。申し訳ないぐらいもらっちゃいました。めっちゃいい人ですね。楽しかった。たらんです。こんなにいただいていいのって思うぐらい、ほんと。ね100万倍にして返します。タランドゥスですね。かっこいいタランドゥス。バイブレーションしてる。で、メスもね、いい感じ。もう、浮かびとか見たら、3段セット組めそうなので、ちょっと3段セット組んでみます。はい、それとね、こちらですね。オオクワガタのゴードン。ゴードン R ですね。極太系が多いのかな。これも結構いい形してますね。いい感じのオオクワガタです。かっこいい。好きな形してる。元気いっぱい。これはまだか、来年ですね。来年ちょっとブリードします。ほら見て。ほら。お利口にできるんだったらお菓子あげるよ。ね。それまで我慢して。部屋で待っとく。はい。それからですね、虹のクワガタもね。いただいちゃいました。で、うちでも虹色いるので、血の入れ替えで、ちょっと、ブリードしてみたいと思います。大きいんだよね、大きい。うん。何ミリ ?55 ミリってなかなか大きい。すごい。パフキンみたいに。虹色。虹色、正解。大きいですね。すごいな。メスだ。挟まれそう。あ、メス大きい。本当だ。すげえ、メスめっちゃ大きいっすね。すげえな。特大ですね。虹色クワガタ特大です。はい。ということでいただきました。ありがとうございます。で、ムードさん、ホームページしてるんですよ。なんで下の方に、ホームページ、ちょっと貼らさせていただきますので、皆さん遊びに行ってみてください。はい。はい。はい、ということでですね、こんな感じで、楽しんできました。はい。はい。わずか20分の間で、スパパパパパーンって言ったね。ね、濃厚な20分でした。ね、すごかった。ね、声をかけてくださった皆様も本当、ね、ありがたかったね。うん。駐車場に着いた瞬間ね、100円玉落としながら歩いてたし、ああ国さんね、声かけてくれて本当にね、嬉しかった、嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最高でした。はい、もう閉めていいかな。 OK かな。もうなんかあというのあったっけ。あ、次のインセクトディスカバリー、次のインセクトディスカバリー。はい、で、次はですね、11月の3日。はい。また、インセクトディスカバリー、はい、ありますので、はい、遊びに来てくださいね。はい。はい、ということでですね、今回の動画は、はい、時間ギリギリにインセクトディスカバリーに行っちゃいましたっていう動画でした。でも、時間は少なかった。少なかった。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。せーの、バイバイ、バイバイ、バイバイ、グッバイ、バイバイ、あ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 、バイバイ、バイバイ。